はいえー、それではですね、次に損失から見た計算の仕方ですね。えー、損失から見て、どれが一番良いかという計算をする前にですね、もう一度、期待利益の計算の仕方をもう一度やってみたいと思いますで。まず前提としてですけどもお、この売れる個数というのがありました。でこの、えー、30個売れる個数、確率が、えー 1%, 1、31個売れる確率が2%になってますけども、まずこののところですね、これは全部足し合わせると100%に必ずなっています。つまり、えー、この何って書いてありますが、どれかに必ず当たるということですね。つまり、30個から50個までの どれかには必ず当たると。そういう表であるということも、えーまあ、前提としてありますので、覚えておいてください。だから逆に言うと、それ以外の確率は0%なので、まあ、書いてありませんけども、んかここで考えなくてよいと。要するに掛け算とか足し算しなくてよいということになるということですね。それで、えー、もう一度ですね、えー、今度は、先ほどはですね、えー 40個仕入れてみようということで考えたんですけども、えー、先ほどの表はですね、31個仕入れたときはいくらか、32個仕入れたときはいくらかというのを全部求めてましたけども、じゃあ、例えばですね、今度は31個仕入れたときを考えてみましょうと。少し先ほどの計算は違っていきます。<laughs> で31個仕入れたときも、まあ、1個100円で、おにぎりは60円で同じと、えー、仕入れ値が同じ,同じということですね。で、えー、31個仕入れるので、ここは31かけるということになります。はい。えー、なので、えー、6318の60円、1860円ということですかね。 原価がで、すねで、期待利上の計算も違ってきて、30個かける0.01、ここまで同じで、31かける0.02、これも31個知れているので、同じで、でここからはすべて、えー、31個で計算するんですね、31かける0.03、点点点で、すべて31かける0 0 えー、0.06で100をかけるとで。残りの部分も31個以上についてはすべて31でかけると。それで、えーまあ、あ売値が100円ですので100をかけるということですね。でこれを計算して31個の時が、えー、期待売り上げがいくらになるかということと。 それで、え、原価を引いてですね。で、利益がいくらになるかというのを計算していくと。そういうことになります。で、それがいくらになるかというのがですね、先ほどの表になりまして、え、ま、30個の時は先ほど説明しましたけども、31個の時は、今説明した通りで、え、期待売上が、あ、3099円で、原価が1860円。で、これ引き算して、 1239、えー、円というふうになるということですね。このように、えー、31個仕入れたとき、32個仕入れたとき、えー、ここではこの個数というのは仕入れですね。仕入れの個数を書いておいて、その時の期待利益がこれになりますよという表になっているということです。 それでですね、えー、それをグラフにしたのが、このグラフになっていて、先ほど説明した通りですけども、えー、期待利、えー、売上がが、このように、こう、上がっていくんですけども、なだらかになってくると。しかし、原価は、そのま、えー、比例して、こう、上がってくるので、えー、期待利益ですね、この差額が、大体いい真ん中辺が一番多くて、 で、両端は少なくなってくるという感じですね。それで、えーまあ、数字からすると、先ほどの表と同じで、一番最初に求めました、あ期待利益1150円というのが一番、えー、大きくなるので、えー、基本的に仕入れは40個仕入れれば、まあ、一番ですね、えー、期待利益が高いということになります。で、残念ながらですね、44個。 の時が一番多かったんですけども、お仕入れたとしても、やっぱり周りとの関係もあって、えぇ、ー、1403円の期待利益しかない。ということですね。はい。まあ、このようにして、すべて、えー、何個お仕入れた時は,あ期待よりは、期待利益はどれだけでっていうのを計算していくということになります。で、結果としてですね、えー、期待利益、 利益の期待値ですね。えー、は、40個の時は一番最大になって、一番最初に求めましたように、1450円が最大になりますよ、ということですね。で、じゃあ、これは今、利益というのに注目して、まあ、売上とかですね、原価とか利益に注目して、まあ、仕入れが40個の時は一番 えーまあ、最大になりますよということが分かったわけです。で、えーまあ、売れ残ってしまったとか、売れるはずだったのにという見え方もありますと。で、売れるはずだったのに商品が品切れ、先ほどの、えー、品切れ、えー、という話ですね。それから、あまあ、仕入れ不足ということになるわけです。で、えーまあ、そういったことも計算して、今度は同じように、 損失ですね。今は売上げの期待値、まあ、利益の期待値という観点から、えー、何個仕入れるのが一番良いかというのを計算しましたけども、今度は損失という観点からですね。で特に機械損失。えー、売れるはずだったのに、まあ、要するに仕入れのがちょっと足りなかったので、えー、損失が出たという話ですね。で、そういったことからちょっと、 同じように考えてみましょうと。何個仕入れたらよいかというのを考えてみましょうというのを考えるんですけども、それがですね、今度は損失なので、機械損失を最小にするというのが必要になります。先ほどは最大だったんですけども、今度は損失ですから、最小にすることが必要になります。じゃあ、それを計算してみましょうということを次に考えてみます。 まず最初に、えー、先ほどですね、えー、売れる仕入れの確率というのがあまあ分からないので、例えば31個仕入れたときは、全部31で計算したということですけれども、すべて、えー、まあ期待値ですね、えー、何個売れるかっていうのを知っているという、まあ、こういうことはありえないんですが、 えーまあ、そういった前提で、確率と利益をかけてみ、えー、ましょうと、えー。失礼、確率と売り上げをかけてみましょうということですね。そうすると、お30個売れるときはあ、確率は0.01だったんだけども、利益が1200円になります。で、えー、0.01という確率なので、12円の利益。 で、同じように、31個仕入れたときも、利益が1240円になって、確率が0.02なので、24.8円の利益。ということで、こういった形で、まあ、需要を知っているという前提で、すべての期待値を求めてみると、まあ、1644になりますね、ということです。これはちょっと後で使いますけども、まずこれが、 求まりますということです。それで、えー、いよいよですね、損失という概念から考えてみたいと思いますが、まあ同じようにですね、えー、40個仕入れた時の損失というのを考えてみましょうということですね。で、今度はあ損失というのは2種類あったわけです。えー、40個、まあ死というか40個 しか仕入れてないので、えー、30個しか売れなかった場合には、あ売れ残り損失ということの例えばなります。で逆に、ですね、えー、品切れ損失、まあ、40個しか仕入れてなかったとすると、50個需要があった場合には、あ需要は50個あったんだけども、えー、40個しか仕入れてないので、品切れになりました。 ということでそ、そちらの確率に関しては、えー、品切れ損失という,う金額になりますということですね。まず分けて考えましょうとで。売れ残り損失の時は、もう一度言いますけど、今、40個仕入れた場合ですけども、30個しか売れなかったということになると、10個売れ残るということになるんですね。 40個仕入れたので30個しか売れなかった場合は10個売れ残るってことなる。これはわかりますよね。で、その個数、その10個という個数に30個しか売れなかった場合の確率をかけて、で、今度は売れ残りですから仕入れ値をかけると。つまり、まあ60円で例えば仕入れたとすると、1個について60円の損失ですね。 まあそのように計算ができて、今の場合は30個しか売れなかった場合、要するに40個仕入れて30個しか売れなかった場合は 10×0.01×60 ということになるね。同じように31個しか売れなかった場合には9個の売れ残りになるので 9×0.02×60。次の32個。 しか売れなかった場合には8、8× 確率 ×60 というふうに、えー、まあ、容易にわかるように、40個まではこのような感じでいくんですね。39個の時も1、1×0.0×60。つまり30、30×39 個まで、まあ、40個ではなかったですね。39個までの時には、売れ残り損失というのが発生し、 えー、これを計算するとですね、90円ということになると。売れ残り損失ですね。で逆に品切れ損失というのが40個以上の確率に関しては発生して、品切れ損失で例えば50個ですね、最大の50個需要があった場合の時は、10個売れる機会を、えー、見逃したことになると、逃したことになるということですね。 なので、えー、今の場合は10というそのお品切れの 10× 確率×利益を損失したということなんですね。つまり40円の部分を損失したという、今,今度は利益をかけるということになります。なので、えーまあ、順番に行きますと41個売れるだろうという確率に関しては、1個品切れで確率をかけて、で40をかける。 利益の分をかけるそれから2個に関しては 2× 確率をかけて40をかける。次に3個に関しては 3× 確率をかけて40をかけるというふうになってきてで、先ほど言ったように50個需要があった場合の確率に関しては 10× 確率かける、えー、×利益ということになるんですね。 で品切れ損失は41個かける50個を売り上げた際に発生してで、それ以下の40個以下の場合には発生しないということになるので、もうこれだけの計算になって、これを計算すると104円ということになりますよ。で、まあ、両方とも損失は損失なので、基本的には40個仕入れた時ですね、今計算した40個仕入れたときには、 この90円というのと104円を足した194円というのが損失になるという計算になります。まあ、このようにしてですね、えー、まあ40個仕入れたときは今求まったんですけども、同じように3一個仕入れたとき、30個仕入れたとき、それから32個仕入れたとき、というふうにすべ、えー、て求めることができますね。これをまた表にして表すと、 今度はまあ、先ほどは需要を知ってるって場合でしたけど、需要を知らないっていう場合になって、えー、今の40個仕入れたときっていうのは、えー、40個仕入れたときっていうのは、えー、30個を売れるだろうという確率に関しては、えー、確率をかけて売れ残りが10個ですよということですね。で、売り上げ、売れ残り損失が600円ということになるんですけど、まあ、確率が0.01なので6円になると。 それからあ、31個売れるだろうという,という格数に関しては、売れ残りが9個ということで、で、えー、60円をかけて540円で。しかし、確率をかけて10.8円というふうに求めていくことができすね。で、えー、これで、さらに31個、8個に関しても、 え38個の場合には40個売れるということなので、2個ですね。で、えー、売れ残りになって、で、120円で、確率をかけて7.2円。この下に39個もあるんですけど、39個まで計算できます。こちらが、そういう意味では売れ残り損失ということになります。で、今度は右側ですね。右側のところは、今度は品切れ損失で、 まあ先ほど言った通りですけれども、えー、41個売れるだろうという確率に関しては1個品切れてで、利益に関して損失なので40円なんだけども、確率をかけて2.8円、それから42個売れるだろうという確率に関しては2個品切れていて、80円ということになって、それで掛け算をして5.6円、まあ、このようになります。 それで、えーまあ、50個までいくわけですね。50個までいくと、今度は、あで損失が400円ということになるんですけど、確率をかけて8円。売れ残り損失の期待値は90円になって、この左側を全部足したものですねで。この右側を全部足したものが、えー、104円ということになると。90円と104円になるとで。これを足し算したものが、えー、全体の損失ということになって、40個仕入れた場合の損失ということになって、 194円というふうになるというふうに先ほども説明した通りになりましたということですね。それで40個仕入れたときは、損失が104円という表になって194円ですね。で、同じようにこの30個仕入れた場合には、まあ、例えばですけど、売れ残り損失はもう、ですが、品切れ損失が444円になってで、足し算すると440円の損。それから31個仕入れたときには、えー 売れ残り損失が0.6円、それから品切れ損失が404.4円ということになって、合計すると405円になりますよと。まあ、このようにして、先ほどと同じようにですね、期待利益と同じように、30個仕入れた場合、31個仕入れた場合、32個仕入れた場合というふうに、50個仕入れた場合というふうに、このように表にすることができますということですね。 それで、えー、先ほどと同じようにですね、えー、グラフで、えー、売れ残り損失というのはこの、まず四角形であるものですけれども、えーまあ、このようになって、はいえー、それではですね、えー、グラフを見て、えー、考えていきたいと思いますが、まず売れ残り損失というのはなんだけれども、お だんだん,だんだん多くなって、逆に品切れ損失が少なくなってくるということですね。で、売れ残り損失だけを見た場合、品切れ損失だけを見た場合、このようなグラフになるんですけど、まあ、両方とも損失は損失なので、それを足し算をして、この赤いところですね、赤いところ非常に分かりやすいと思いますが、この40個の時が一番少ないということが分かると思います。やはりないということなんですね。まあ、この数字から一番最初に求めた194円というのは一番小さく4円だし、30個を仕入れたときには444円。 いうことが計算されています。それに10個の時が一番いましたとね。で、これを全体、今まで説明したことを全体からしていくと、実はこのようなことが言えて、えー、期待利益、えー、利益の期待値ですね、期待利益というのを計算したのはこの黄色、下になります。なので、えー、真ん中が40個の時は一番最適解だったんですけども、 黄色の部分は一番多いということになりますね。で、実は損失も、機械損失の部分の期待値というのを、えー、この赤で書きました。で、これも少ない方が良かったんですけども、見てみると、この40個を仕入れたときは一番最適解ということになりました。で、実はこれを足し合わせると、 先ほど求めた利益を知っている場合の期待値、1640円になるということがあまあ分かっているわけですね。一、えー、つ前で求めた需要を知っているという場合ですね、1644円というふうになりましたけれども、これはですね、あすみません、これ間違ってますね。えー、1644円というふうになると。利益を知っているということは、まあ、あり得ないんです、えー、需要を知っているということはあり得ないんですが、 その値に近づくためには、えー、両方ですね、期、え、待、ー、利益、利益の期待値から見た場合、それから機械損失、まあ、損失のお場合から見た場合、少ない方が良いということで、えー、40個の時は一番最適ということが分かったんですけれども、これを足し合わせると、ですべ、ね、ての場合において、えー 需要を知っているという値になったということですね。これも計算してもらうと、えー、ちゃんとそのようになりますので、えー、これを計算してみていただきたいと思います。でまとめですがあ、要するに今説明してきたおにぎり管理問題というのは、えー、基本的にはまあ将来はわかりません。えー、どんなにコンピューターが発達しても100% ということはありえませんで売れる個数はわからないということですけども、まあ、確率の計算ですね、今求めた期待値というのを求めたわけですけども、最大利益を求めるというやり方でも計算できました。でさらに損失という側から見ても、一番最適が求めることができました。で今のコンビニではさらに、まあ 確率を計算するところで非常に、えーまあ、いろんなシミュレーションを使ったりですね、えー、いろんなことをしていますので、えーまあ、この発注量というのが、まあ、自動的に計算するようになっていますけれども、まああ、いろんな計算をしていますよという話です。ですが、まあ、この新聞リコの問題とここ言いますけれども、えー、これが中心になっていますというですね。 非常に有名な問題の一つになっていますということです。はい。それではですね、えー、今日の演習として、もう少し、えー、まあ問題を小さくして、三十個売れる確率が十パ、えーセント、三十一個売れる確率が二十パーセント、それからああ三十二個売れる確率が十パーセント。 33個売れる確率が10%。34個売れる確率が10%。すみません。34個売れる確率が10%。35個売れる確率が30%。36個売れる確率が10%。という問題があったときに、両方ですね、えー、期待利益を求めよう。これからあ期待いい損失ですね。これは少ない方がいいわけですけれども。 それをを同じ計算をしてて求めてくださいで、結果として、どの個数ですね、33個とか34個とか、どの個数を仕入れるのが一番最適になるか、良いかということを求めてくださいという問題をやってもらいます。これはチェックテストという形で、この穴埋めですね、この下にありますけど、穴埋めを埋めるという形でやってもらいます。 で、今の場合も、ちょっと、わざと35個売れる確率が、えー、一番高いという前提で計算してもらいますが、じゃあ果たしてですね、35個仕入れたときが一番良いかという話ですね。多分、この授業を聞いてなかったらですね、35個仕入れてたかもしれません。まあ、もちろん35個かもしれませんけども、 でえー、実際には例えばあ33個仕入れてみたとするということで、このようになりますと。1個100円のおにぎりをお同じように60円で仕入れてみましょう。で、えー、60×33 個ということで、原価が1980円ということですね。それで、えー、33個仕入れたときなので、30×0.1×31×0.2 プラス。 32×0.1 プラスという計算ができて、33個以上の場合にはすべて33で計算します。33×0.1 プラス、33×0.1 プラス、33×0.3 プラス、33×0.1 ということですねで。それに100円をかけて、でえー、期待値は3220円ということになります。 で利益はですね、先ほど求めた原価を引いて、3220円から1980円を引いて、で、1240円というのは利益になりますよという話です。で、損失の方も、今は33個仕入れた場合だけですけども、全部求めてくださいね。えー、30個仕入れた場合、31個仕入れた場合です。 で損失の場合も同じように全部求めるんですけども、例えば、えー、33個仕入れたとすると、売れ残り損失と品切れ損失というのがありましたと。で、30個しか売れなかった場合には、3個売れ残ることになるので、個数×確率×仕入れ値というのは、3る0 1プラス、3×0.1×60 円ということになって、 同じように 2×0.2 プラス60円、1×0.1 プラス60円で、これを足し算すると48円ということになる。それから、えー、品切れ損失、これは36個お需要があった場合には、あ3個売れ残る機会を逃したことになるので、1×0.1 プラス、2×0.3 プラス、 3×0.1 プラスというのを40円、今度利益ですね。で、掛け算をして、品切れ損失は40円ということになります。いうことですね。で、足して88円ということですね。なので、今の場合は33個知れたときっていうのは、この表からすると、このようになって、で、えー、期待売上が3220円で、 原価が1980円で、期待利益が1240円ですよと。それから、売れ残り損失は48円で、品切れ損失は40円でした。で、機械損失は88円ということになります。このようにして全て求めることができるので、30個仕入れた場合、31個仕入れた場合というふうに全て求めて、この1から20番までの穴上になっていますので、この数字を答えて、 くださいというのが今日の演習になります。これをちょっとやってみてください。